キャバリエ・マスタングキャバリエ・マスタングキャバリエ・マスタングは、第二次世界大戦後のノースアメリカン P-51、マスタングの民間機改装型である。もともとは高速の個人所有機を目指していたが、第三世界諸国で使用される戦闘機や、近接航空支援機として輸出もされた。キャバリエ2000、1957年に新聞社社主のデビット・リンゼーは、 トランスフロリダアビエーション社を設立し、軍需余剰品の P-51 機を高級ビジネス機に改装することを企画した。この機体は当初トランスフロリダエグゼクティブマスタングと呼ばれたが、すぐにトランスフロリダアビエーションキャバリエマスタングと改称された。最初のエグゼクティブマスタングは1958年に製作されたが、続く数年で数えるほどの機体が製作。 販売されただけであった。エグゼクティブマスタンドを製作するために、トランスフロリダ社は、軍需放出品の P-51 を購入し、エアフレームを完全に分解して、軍用備品を取り外す。その後2番目の座席、新しいアビオニクス、豪華な革張り内装、荷物室を取り付け組み立て直して民間企業の塗装を施した。1961年に名称が2000。 法定マイルの航続距離を持つことからキャバリエ2000と解消された。結局は燃料搭載量の違いにより、キャバリエ750、1200、2000、2500という5つのモデルが提供され、各モデルの名称は、各々のおおよその航続距離を表していた。続く10年にわたり各モデルで約20機が製作された。 この期間にキャバリエの設計に加えられた、いくつかの FAA 認定の改造には、キャノピーのフレーム上に設けられたコックピットの換気口、96US ガロン入り翼端増装、胴体荷物室、ドア、60ガロン入り断層、機関1米内燃料タンク、14インチ高められた垂直尾翼といったものがあった。1964年から1965年にかけて、 トランスフロリダ社は、サラソータで、ドミニカ共和国空軍の30機の海 -51D に対して定期整備を実施した。1967年に、同社はキャバリエアクラフト社に改名した。元ボリビア空軍のキャバリエマスタング最初の民間向け、P、P-51 の改装機を製作して10年経た1967年に、 トランスフロリダ社は輸出向け軍用仕様の海 -51D を製作する契約をアメリカ国防総省と締結した。この軍用機はほぼ民間型キャバリエの装備を改良したものであったが、地上攻撃戦闘機として最適化されていた。キャバリエ海 -51D マスタングと呼ばれた。この機体は単一操縦装置付きが9機、複式操縦装置付きが2機製造された。 これらの機体は新たに 67-5X と 68-5X のシリアルナンバーが付され、ピースコンドルという名のプログラムのもとで9機がボリビアへ供与された。翌端増装付きの2機はアメリカ陸軍にチェイス機として売却され、そのうちの1機がフロリダ州のエグリン空軍基地にある空軍武器博物館に保存されている。1967年にキャバリエ社は 近接航空支援と待望動作専用に、カマイナス 51D の派生系を開発し、これをキャバリエマスタング2と呼んだ。マスタング2は改良されたアビオニクスを備え、より多くの外部武装を搭載できるように4箇所のハードポイントが追加された主翼の構造が強化され、ロールスロイスマーリン V-1650 から 724A エンジンも改良された。 二バッチ分のマスタング2が製造された。第一バッチ分は1968年にエルサルバドル向けに、第二バッチ分は1972年から1973年にかけてインドネシアへの輸出向けに製造された。五機のマスタング2が戦闘行動半径を増やすために、翼炭燃料タンクを取り付けられてエルサルバドル向けに製造された。 1972年には5機のマスタング2と1機の TF-51D がインドネシア向けに製造されたが、これらにはアメリカ合衆国国務省による戦闘行動半径制限により、抑炭造装は取り付けられなかった。国立アメリカ空軍博物館のリサーチデベロップメントギャラリーに展示されているパイパー PA-48 エフォーサー1968年に、 キャバリエ社はマスタング2の機体にロールスロイスダート510ターボプロップエンジンを組み合わせた。この自己資金による試作機もマスタング2が製作されたのと同様の近接航空支援、コイン作戦用を意図されていた。このターボマスタング3はペイロードの増加とタービンエンジンによる整備費用の低減と相まって劇的に性能を向上させていた。 アメリカ空軍への旅重なる売り込みにもかかわらず、アメリカ軍も、その他の国外の運用者たちも、ターボマスタング3を購入するところはなかった。この機を多量生産する能力を持つ企業を探していた、リンゼーは、1971年に、エンホーサーと呼ばれるようになった。このターボマスタングの試作機を、パイパーエアクラフト社に売却した。1971年にキャバリエアクラフト社を、 閉鎖したことで同社の創業者、所有者であったデビッド・リンゼイは、パイパー PA-48 エンフォーサーの開発に手を貸すことができるようになった。リンゼイは、インドネシア向けのキャバリエマスタング2を完成させる、ために新会社フィールドサービス社を設立した。再輸入された元軍用のキャバリエと共に、多くの民間機に改装されたマスタングが、P-51D に修復され、 アメリカ合衆国とヨーロッパの航空省で寄港している。諸原性能武装多くの機体が現存する P-51 の派生型のため歴史が不明なものなどもある。この表がすべて正しいとは限らない。ありがとうございます。